ストーリーシェアで、インターンをしていました加藤俊と申します。おおむね10ヶ月間、働いていたことになります。基本的にはバギオで働いてたんですけど、ミオさんについて行ってマニラに行ったりとか、あとはセブも合計で3週間ぐらいいたのかなっていう感じになります。結構僕はこっちの来るまでのところから来るところにつなげるところ の仕事をやってたんですけど、できてからの生徒さんの、いろんな質問に答えたりとか、オリエンテーションだったりとか、学習の ご相談乗ったりとかっていうこともやっていました。いろいろやることが見つかっここ来て見つかりましたとか、そういう話とか聞くと、やっぱりなんかこう働いた甲斐があったなっていうふうに思うし、心配されてから来る人とかも多いんですけど、そういう人たちから、しゅんさんのおかげで、楽しく留学生活することができましたみたいなとか言ってもらえると、やっぱり嬉しいですね。で、あとは僕的にはいろんなことに仕事に挑戦させていただくことがあったので、今日やりきったなみたいな時とかやりがいを感じました。最近のやっぱりグローバルな流れがあって、本当に若い人だけじゃなくて、ストーリー社は特に結構社会人の方も結構多くって、でそういう時に頼れるのもはやっぱ制作者は僕だし、そこで大学生だからちょっと分かんないですとか、インターンだからちょっと私は判断できませんとか、そういうことは絶対言っちゃいけないなと思ったし、やっぱり僕もここに来た以上は責任感を持ってやりたかったので、できるだけ生徒さんからの信頼安心感を得てもらうようには頑張ってました。厳しいことも言われたこともあったんですけど、でもやっぱり自分が何すべきかっていうところをちょっと考えてたら、食欲がなくなりましたね。実際にですね、スタッフをすると分かるんですけど、この自分がこうですよって説明してもやっぱりお客様には通じない時とか、その時のショックっていうのは非常に、真剣だったら真剣なほど人ほど大きくて、でもそれでだからこそまたどうすればもっと自分は良かったのか、どういうふうに喋ればうまくいったのかということをもうずっと多分1週間彼も考えて、それはすごくいい経験になったと思います。着実に学校を前進させてくれたんじゃないかと評価させていただいてます。カメラ前ですけど結構嬉しいです。ちょっと裁量権が結構やっぱ大きいなというふうに思いました。ストーリーシェアっていうのは本当にちょっとポリシーとして少数制っていうところがあるので、なんでスタッフもそんなに多くないんですね。なんですけど、その分自分の責任も大きくなるんですけど、だからこそ発言力みたいなのがやっぱりついてくるんですよ。またですね、ミオさんの方も、こうしたいです、これやりたいです、ああいう資料があったらいいと思いますとか、こういうページ変えたいですとかっていう風にやったら、結構の確率でいいよって言ってくれて変えていけるので。俺ノーって言ったことってあるっけ？多分ないんじゃないかな。決まったルールに従っていくっていうだけじゃなくて、自分が必要だって思ったら、その会社を本当に変えていけるというか、自分がプレイヤーになって会社で働くことができるのは一つの大きな魅力かなっていうふうに思います、まず1個にルールを守るっていうのは最低限絶対1個あって、でその1個上に、いつもあるものはもちろん維持しながら、どうやったら改善してもっとよくできるのかっていうのをやっぱり考えていく、そこをやっぱりやってほしいと思います。僕ここに就職活動の前に来れてよかったなっていうのは、TOEIC とかじゃなくて実際に英語を使って働くっていうのが僕はすごい意義があることだなっていうふうに思っています。やっぱり生徒として来たところよりか、いろんな目線で見れたかなっていうふうに思います。例えばやっぱりそのフィリピン人と日本人って働くってことに対する考え方だったりとかっていうのが違うし、どういう働き方をすればうまく付き合っていけるのかとかいうことを学べたと思います。でまたストーリーシェアで働く意義としては、やっぱ人数も少ないし、じゃあどうやったらうまく機能的に PDC を回せるかってなったら、自分で考える、こういう問題があるんですよねだけじゃなくて、こういう問題があるので、私はこう考えましたと、こうしたら解決すると思います、でその時にはこういう問題点とか出てくると思うんですけど、それに対してはこう考えていますみたいな、そこまで考えてミオさんに伝えて、あとミオさんは判断するだけっていう風なところまでやっぱやっていかないと解決できないし、やっぱストーリー社のスタッフとしては不十分だと思うんですね。僕は結構ちょっとだけ闇みたいな気も来るんですけど、来たこれ、ね、どんな闇でした？1、2ヶ月は環境が違うから楽しいですよ。で3、4とかは仕事を覚えてきて楽しくなってきたりとかする、こっちは友達もできてくるっていう風になってくるんですけど、5ヶ月目6ヶ月目ぐらいになってくると、勢いでなんとかならなくなってくるんですよ。楽しい楽しいできてるから、けどそういうのもなくなってきた時に、自分で周りの環境に変えられるんじゃなくて、自分がその環境を変えていく
ぐらいにならないと、3、4ヶ月でちゃんとした社員として働けるような実力がついたと。そうですね。でもその周りをインスパイアしたいとか、もっといい会社にしたいとか、うん、もっと生徒さんにより良いものを提供しようとなると、うん、それだけでは。そうですね。で一回ちょっとやっぱりそのいろんなことが嫌になった時とかもあったんですけど、でも一回またそれを自分の中で見つめ直して変えていこうってなっていって、で最後の 1,2 ヶ月はある意味すごい充実していて、後から来たスタッフのことをこういろいろ教えてやったりとか、会社全体のことを考えたりとか、あとはその業界の中でどうやったストーリーシェアが生き残っていけるのかみたいなこととかっていうのを考えていくことができたので、日本で働く前に学べた大きなことっていうのはこう後半に寄ってたような気はしますね。